バスティーン。皆さんこんにちは。今日はですね、ブログを撮りたいと思います。で、今日はなんとパリのハーフマラソンに参加したいと思います。で、みんなに見せたいと思います。今バスティーユっていうところ、この広場なんですけど、バスティーユに着いたんですけれども、もうすでにゴールしてる方がいます。緊張です。どう？いけそう？緊張です。いけそう？みんなプロに見えて、私だけなんか素人みたいな感じ。見てすごいよ、みんな。バスティーユ広場、ここでよくデモとかがあるところ、あのニュースで見ると、ここで今何度ですかね。今は多分4度ぐらい。今日は初めてマラソンに参加します。で、ハーフマラソンなんですけど、21キロ走ります。で、今やっとスタートラインでみんなで向かってる途中。目標は2時間半以内に21キロを走ることです。みんな速そうなので、その人たちに、まあ、巻き込まれずに自分のペースで走るように行きたいと思います。なんか面白いのがいる。牛、今まで一番長くて10キロの練習をしてきたので、10キロ以上の走りはしたことありません。なので今日が最初で、今日は旦那がサポートしてくれます。旦那はもうフルマラソン、 何キロだっけ、フルマラソン42キロ走って完走しているので、まあ余裕、一緒に来てもらってます。スノーホワイトが後ろにいます。それまだ始まってるんです。多分。あそこかな？あ、そこ？The BTS。まだだ。ノートルダムです。綺麗。最初だけ、スタート時点だけ撮って、また切りたいと思います。なぜなら、ちょっとエネルギーをあまり使っちゃうと乾燥が できないので、雰囲気めちゃくちゃいいわ。今3キロか4キロ地点、分かんなくなっちゃった。ペース取りだね。ペース取り。よし。Yeah!
担いでるよ、タワーを。さあ、10キロ。63分だね。大変。ここはバンセンヌ城です。ここはね、一回来て、で、私が歩いてた鳥が私の頭の上をうんちしました。そのブログもあります。やっとここ、あと10キロ。あ、動物園だ。これライオンキングみたいな岩です。犬を見るとやっぱ元気が出ます。リリちゃんを追い出して元気が出ます。こういう音楽聴いてる人たちもすごい力になる。13キロ、必ずいる人たちです。かわいい。ブラジルだよ、これ。何の軍団か。多分今さっきのはカプエラのなんか人たちだと思います。下りと上りが続きます。最高、ジャスティスタート。ここはパリの区役所かな。そうだ、区役所です。おばあちゃん頑張れ。ゴールが、あそこだよ、一番向こう。頑張るぞ。20キロ突破です。残り1。これ多分止まったら一番足に来るやつ。止まった500。で、今2時間10分だから。あげる？15分消えるかも。すごいな、お前。あげる、あげる。あげれるな、あげていいよ。やった、やった。終わりが見える。
Madame les bras toi les filles, j'ai envie de te dire que tu es きつかった。達成感は、達成感あるね。やばい。ありがとう。でもあなたのおかげ、マジで。あなたがいなかったらこんなの参加してない。ありがとう。チャレンジャー大好きか。チャレンジ。では、完走できました。やった。2時間半切るのが目標だった。2時間15分13分で完走しました。メダルもらったぜ。すごいね。ありがとう。ほらまだ走ってる人がいますけど、もう寒くて帰ります。嬉しかった。ありがとう。はい、またじゃあね。じゃあね。いいよ。